茨城県道217号目のハサ希望線、下妻線5回茨城県道217号目のハサ希望線は、茨城県下妻市から、上層市までを結ぶ、一般県道である。下妻市港の茨城県道136号、高崎万道線より分岐して、西方向へ向かい、上層市崎望の茨城県道20号結城万道線まで結ぶ、 東西延長約3キロメートルの路線。下妻市方面と坂東市方面を結ぶルートの一部分を構成する県道。1959年10月14日、新たな県道として、有機群千代川村大畑み那はを起点とし、有機群石毛町大畑先望を終点とする区間を本路線とする県道み那は先望線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号217となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE、茨城県道路現況長所平成26年4月1日現在、茨城県法号外昭和10年11月29日。 茨城県国時第731号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、道路の区域の変更、茨城県法号外第120号、ピアニッシモ、11から13、県道の路線名及び、整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、 ありがとうございます。